フロル・ロマノビチ・コズロフ1965年1月30日はソビエト連邦の政治家。コズロフはヤャザン州のロシニノの村で生まれた。1953年から1957年の間、コズロフはレニングラード州 CBSU 委員会の初代初期だった。1957年2月14日に幹部会の候補メンバーに選出され、 1957年6月29日から安堵するまで正会員を務めた。1964年11月16日、彼の死であるに聞いたフルシチョフが1ヶ月前に追放された後、彼の任務を遂行した。1959年7月、彼は北カリフォルニアの秘密のボヘミアングローブやエーチを訪れた。長年、彼はフルシチョフの後継者とみなされていたが、 メンターが解任される前でさえ、コズロフの立場は彼のアルコール依存症の影響によって損なわれていた。1963年の春、彼は共産党中央委員会の初期として、レオニード・ブレジネフに変わった。彼の解任の時点で、コズロフはすでに脳卒中を患っており、彼は解任後間もなく死亡した。彼はクレムリン城壁墓地に埋葬された。ありがとうございます。